はい、どうも、翔です。今日はですね、今ちょっと、携帯の方をいじってたらですね、なんと、新しいニュース、バーンと入りました。内容はですね、いよいよビーズの、新しい情報、2020年の情報なんですけれども、実は、2020年はですね、稲葉サラスツアー、2020年稲葉サラスのツアーを、新作を引っ提げてやるといった、情報が入りました。はい。ね、すっごいびっくりしまして、本当に。普通にね、今携帯見てたんですよ。携帯見てたんだけれども、なんか急にポンとこう、何、ツイッターかなんかでビーズの情報かな。まあ、何かしら押したらね、そのページに飛んで、そしたらね、稲葉サラス2020年ツアーをやると。しかも、新作を引っ提げてのツアーになりますので、いや、これは予想外と言っちゃ予想外。なんですね。びっくりしました、本当に。というのも、まあ今日ね、こんな格好して、まあちょっとお仕事というか、まあちょっと休憩中じゃないですけれどもね、なんですけれども、まさかのですね、まさかの、稲葉サラス。まあちょっと前に、サムパンワンティが一緒に、なんかこう、日本でサラスと一緒に食事をしたっていう、ツイッターかな？インスタかわかんないけれども、載ってたんですよ。そう、サムポマンティとサラスが一緒に食事をしたって言った内容がネットで出ておりまして、それが結構話題になってたんですけれども、サラスがなんで来てるんだろうなと思ったら、まさかの稲葉サラスツアーですね。2020年なので。はい、といったところで、急遽の撮影なんでこういった形になっちゃったんですけれども、これはかなり意外な。ということは、多分松本さんも、誰かしらと一緒にこうライブしたりとかソロであったりするんでしょうね。といったところでは、2020年は確実にソロツアーとなっております。で、ただね、解放の方でも新作の方を作ってるとビーズだったので、もしかしたらその、なんだろう、何かしらこうアルバムとかこうシングルとかが出るかもしれませんね。はい。といったところで、今回はビーズの新しいニュースといったところでね、急遽撮影をさせていただきましたので、ちょっと、お見苦しいんですけれども、来年はソロツアーといったところになりますね。はい、ぜひね、ちなみにツアーの方は、タイトルとかまだ決まってなくて、日付が4月末から、6月の頭11日かなまでで、東京が最後です。ガーデンシアターって書いてあったかな。なんかオフィシャルサイトの方見ていただければ、もう情報と写真が載ってます。写真はね、前のツアーをちょっと加工して、緑色で、こう、稲葉サラスって書いてある文字だったのでね、今新しい、やっとですね、ホールルートニューラブツアーが終わった後に、いよいよ、こういった情報が入ってきましたといったところで、急遽動画させていただきました。ぜひ、オフィシャルサイトの方でチェックしてみてください。それではまた次回の動画でお会いしましょう。